ないんだからチャンスあるんですけどね。多分ね、今回ね、やっぱ、本当に、もう、何年、この先何年後に日本に来るかわからない PDC、アジアチャンピオンシップですけどね。もっともっとね、夢を持って多くの日本選手に参加してほしかったですね。OOM さんとか、SGA さんとかですね。SAG さんとかですね。95! ねえ。やっぱ、もっともっとね、福岡の人にも出てほしかったですね、ほんと。やっぱり、頑張ってね。ほんとに、出て、もう集中して頑張った、寺尾選手。そして、牧野選手がね、ここまで頑張ってるんですから。さあ、そして試合の方ですが、ちょっと僕はね、ちょっとヒートアップしちゃいましたけど、まあ日本にはね、本当にその多くの選手がいっぱいいますよね、そういう選手が。押さなかったんですね。日本にはね、本当にこの当落線上に迫れる選手がね、もう本当いっぱいいると思ってたんですけどね。まあね、日程の関係もあるでしょうし、まあね、平日っていうのもあって、有給使えばいいと思いましたけどね。でも、これでね、当落線上に登ってきた、まあ実力のある選手たちがね、またさらにね、こうダーツ意欲が増して、こう、夢に向かっていくっていうのがね、本当にそういう選手がどんどん出てきてほしいですね、これからも。選手、山田選手の対戦、ガバ選手ね、なんか入らない、こんなこと言って悪いんですけど、こう入らないそうなね感じで投げるんですけど、もうバンバン入ってくるんですよね。そのイメージしかないです、僕のガバ選手は。だから山田選手もここは本当に油断せずにね、もうド集中でいかないといけないですね。さあ、80取って76、もう一本。100取って56残り。さあ、山田選手は上がり目がないのでね、この3投で、思いっきり詰めていかないといけないですね。さあ、114取って、114取って62残り。そうですね。スーパーレンジ。じゃあでもね、こういうアレンジしてもなんかね、サクッと入れてくる感じがするんですよね。そういうイメージ、ガバ選手。そういうイメージなんですよ。僕よく見てるでしょ、選手の試合。もうこの選手はこういう感じなんですよ。サクッと入れてくるんですよね。だからやっぱ強いんでしょうね、このフィリピンの選手って。僕、ラスに言われましたよ。ラスにずっとダーツ談義してて、選手の話とか癖とかずっと言ってたら、あなた俺より詳しい。すげえって言われましたよ、俺。何ですか、いつも見てるじゃないですか、つって。そして、僕びっくりしたのが、誰が好きかって話なのに、もう、やっぱもうガーウェン・プライスって言ったら、あ、もう土星界だって言われましたね。本当にやっぱいい選手だ、そうですね。本当にプレイスタイルも、言ってましたね。本当に彼はすごいいいって言って。もう、僕も彼のこと大好きなんですよ、つって。
で、あの誰が嫌いかっていう話になって、それはいい。これ頼む、頑張ってくれ、なんかうまくつなげてください。オッケー、お願い、本当に今大事な局面だから。さあ204からですね、199から178残り46ですね。さあ245から、85取って上がり目を出していきます。160ですね。さあ158残り。馬場選手は侮れないですよ。143から123残りを、103残りまでですね。これは山田選手、少しね助かりました。これ次第ですね、山田選手次第。100残りを、そしてきたー、スーパーフィニッシュ。いやいやいや、このフィニッシュはすごい。いやいや、これはね、ちょっと相手これやられると少しね、嫌になりますね、ガバ選手。心を折れない。心を折れない。ね、山田美幸が心が折れない。140。相手復活。早速復活みたいなね、感じの出だしになってしまいましたけどね。こういうことがありますよね。ちょっとのんびりですよね。さあ、またそして相手の心を折りに来る。まあ、一人っ子ですからね、山田美幸選手は。さあ、そして。何度もお話しされてた、何度
した139で100残りまで。うわ止まっ、さあ大事な局面、さあ100残りを。さあ20からダブルダブル、これも決めてくる、恐るべし。これはね、ああやっぱダメかもってね、相手に思わせるダーツですよ。160を決めた後の20からのダブルダブル、そしてこの後140、これいけば完璧です。85、いやここに来て山田裕貴大爆発なるか。さあそしてガバ選手ですけどね、少しね精度が落ちてきましたね。53取ってきての448残り。そして心折る180でつなぐ。いやいやいや、すごいですね、来ましたね。さあガバ選手が80取ってからの140で返してきます。236残り20から。さあ80取れず60まで176残り。さあガバ選手80取って268から140。いやーやりますねガバ選手も、一歩も譲らず156から80取って96、もう一本100取って76残り。さあ208からサイドにずらしての203残りからの183残り。183をブルに行くんですね。どういうことだろう。あ、そうか。183ブルっていいんです。すいません。失礼しました。上がり目をしっかり出していく。堅実なダーツ。さあ、76を。42残りなんで、ここは山田選手は16のとこですよね。あ、20に、いや、そうですね、42残り。さあただいま行われている試合はベスト8の試合ですね。さあそしてこれですよ、これがねもうフィリピン選手のしつこさ、うまさ、勝負強さですよね。おお、ここのダブルもしっかり決めてきた。さあそして山田選手王手、今のねトライして決められてたらね、この後試合展開全く変わってきますからね。よく我慢して決めました。
狙えてるけどね、絡んでこない。410ガバ選手ね、こんな感じでね、フォームはこう崩れるんですけどね、今みたいに崩れてもこう60ねじ込んでくるんですよ。これがガバ選手のね持ち味。140301残り。さあ山田選手、ここチャンスですね。ここはしっかり100、最低100欲しいですね。指紋取り。201残りに対して267残り。さあガバ選手としてはここはもう20ライン堅守でって行きたいところだったんですけどね、ちょっと乱れてきましたね。16取って251残りからの、おっとこれで山田選手ビッグチャンス。201残り、先行後攻入れ替わってのタッチ。100取ってきます。さあ216からの落下ですね。196残りに対して101残り。おっと96をもう一本、そして18ダブル決まらず。さあガバ選手が上がり目がないのでね、どこまで削ってくるか。ガバ選手100取ってくる。96残りに対して、さあアレンジを一つ入れるのか、入れない。あー決めたー、山田裕貴が最後の最後のゲームでベスト4進出です。
130万。その次が270万。1回勝ったら270万ですよね。そしてその次勝てば、2回勝てば、2回勝って450万です。あっと決まった。あ、すみません。意地汚い賞金の話しよったらいつの間にか終わってました。あー、ちょっとね、先行のゲームうまくキープしてたんですけどね。ちょっと出してみます、 BDC の。意地汚い話してたらいつの間にか終わってしまった。PDC のこれがワールドダーツチャンピオンシップですね。この試合 をクリアして、明日から始まる PDC アジアチャンピオンシップに勝ち残った時ですね。1回戦で137万。1回勝てばね、274万。2回勝てば456万。3回勝ったら639万ですからね。1年は余裕で、飲み歩かれば生活できますよね。あ、でも、これ639万プラス、PDC アジアチャンピオンシップで優勝すれば、これ230万入るんですよね。850万ですよね。やっぱそう考えたらすごいですよね。他にもなんか入ってきますよね。なので、まあね。徐々に円安もあり、夢のある世界になってきた、スティールダーの世界。すいません、意地汚い話ばっかりして。はい。ということで、この後、次の試合を入れますが、いつものように、PDC 画面でお待ちください。あ、選手来ました。あ、レンちゃんですね。さあ、選手登場。海町選手。香港ですね、香港の。ジェームス・ロー選手ですね、ロー。対するが、この、最近ね、スティールダーツを始めたんですけど、海町選手、鹿児島の選手なんですけど、彼うまいですよ。去年、この大会でイラガン選手を追い詰めましたからね。イラガン選手やばいまで、最後最終レッグで、3-3から最終レッグでね、イラガン選手振り切られましたけど、彼はいい選手ですよ。ぜひ、本当にね、このような試合が日本で行われることがですね、もう数年ないと思います。なのでね、ぜひとも、下関にね、遊びに来てください。本当に、下関に来て、で、今回ね、会場の方もですね、フリーにしましたんで、もういつ、この大会が行われるかわからないので、皆様にね、ちょっと見てほしいと思ったのと、やっぱ出場選手がね、やっぱすごいので、なんだろう、皆様にこう、感動をね、与えるような状況、そして日本選手がね、新たにクオリファイで、クオリファイの方で、3でね、小野選手が通過しましたんでね、もう非常に面白いと思います。日本選手、スター選手、勢ぞろい。いう状況なんで、ぜひとも皆さん会場に足を運んでください。で、うるさい僕の解説は実況は今日で終わりなんで、はい、
明日からはもう本当に静かな無音で楽しんでください。明日 PDC 放送で放送します。で PDC 放送も明日は無料なので、逆に皆さんもし会場に来られないのであればですね、PDC 放送見てほしいですね。そして視聴をね上げてほしいです。 PDC の方におすげえじゃんみたいなもの思いをさせてほしいんです。ぜひともよろしくお願いします。明日は PDC 放送、パソコンとスマホを3台ぐらいつけっぱなしにして、視聴数をバリ稼ぎでお願いします。ちょっとね PDC の方を動かしたいと思ってます。今いろいろ仕掛けしてますのでよろしくお願いします。あ、それか言っとこう、みんなに来れない人はぜひ放送見てください。22それでは、さあ開幕選手、鹿児島の選手でね、このフィドダーツで、こうスティールダーツを投げ出して、才能がこう開花されてきた選手です、はい、すごい選手ですよ。さあ対するはジェームス・ロー選手、276。まあね、こういう選手が出てくるんだわと思って試合したことあるんですけど、あ、やっぱフィードダーツこうね、カウントアップも含めて140、いろいろこう取り組んできた成果やなって彼見たとき思いましたね。まあ、彼みたいな選手がねどんどん活躍するようになってきたら、本当に地道なこのカウントアップからの D ツアーとかねやっててよかったなって思いますね。さあ136残り、121からですね。そして114から、ちょっとここでやっぱこうアレンジに入るとね、20を狙ってくると彼あの本当集中力効いてるのでどんどん60絡んでいくんですけど、あのこうアレンジで他のところをこう考え出すとね、少し点取りも弱まる嫌いがありますよね。さあ19からいって76残りを20、76を、あるのか、76を、そうある、42に入れて34残りになるよねないよね96、そうなんです。彼こういう、まあこういうことは僕とやったことはまああるんですけど、60からアレンジ入るとね少しダメなんです。当たり前のように打ってきたからあるなと思ったらないですね。まあ、10アレンジで32残りをトライしたんです。195、175、170残りですね。上がり目が出てきてもう一回20。さあなかなか集中力がね、続かないロー選手、32残りを1本目、綺麗に入るな、綺麗、まっすぐ、お、思った通りのとこ、テレビではやらないんですか、まあ、まあ、2、3万人見るようになったら、この視聴がですね、2、3万人で見るようになったらテレビやってもいいと思いますけど、はい、もうテレビとかもう考えるだけで恐ろしいです。65、ここもブルー行く D
理由が分かんないですよね。まあでもいい選手ですよ、開幕選手。41。いやいや、でもアレンジちょっと勉強しようねって言ってたんですけどね。あのちょうど僕 PDC またで今年も出ますとか言ってたんでね。まあ、この入り方すごいですよ。140。296残り。アベレージじゃですね、もう本当に摩擦選手、あそこ奥の方でもう、どうなんですかね、この感じは。ちょっともう、ふてくされてるのか、試合待ってるのか分かりませんけど。ね、摩擦選手がなんか、いますけど、後方にね。あの、点取りはね、摩擦選手とも本当大差ない感じできますけどね。アレンジ近辺になると、だいぶ精度が落ちますね。さあ、ロー選手。ああ、少しイライラしてますね。ロー選手もですね、2年前、3年前ですかね。コロナ前に行われたワールドでは、決勝まで行った選手なんですよ。ソフトの実力者でもあり、スティールも投げるっていう選手なんですけどね。まだ会ってないんですかね。さあ、泣きも笑っても、最後の PDC アジアチャンピオンシップクオリファイ。4試合目、ベスト128の試合。現在、鹿児島のね、開幕選手が試合してますね。100取って100残り。42. さあ、そして上がり目がない204。さあ、80取って124。もう一本、64まで持ってます。なので、開幕選手としてはですね、58、これしっかり決めていきたいですね。18からの20ダブル。あと。さあ、それで、ドウ選手がね、16からいく。もう一本16か8ですね。16に入れば32残り、8に入れば40残り。ノースコア。あ、トリプルに入ってバソ。ノースコア。まあ、選手にはね言ってるんですけどね、押し抜き、あ、抜き押し、抜き押しって言ってるんですけど、要するにセンサーなんで手が反応するんですよ、早く押しちゃうと。なので最後の反応されてない一本が反応したっていうことですね。
メディアにね、撮ってもらえたら、また流行りそうですけど、いや、メディアには撮ってもらってますよ。昨日もテレビ取材受けましたし、去年なんかですね、あの福岡国際センターっていう、こう、福岡でも有数の会場、大きな会場でやらせてもらったんで、もうテレビ局いっぱい来ましたけど、はい、まだですね、まだまだこのスティールダーツがね盛り上がるのは、まあ多分5年とか10年後ぐらいなのかなと思ってますね。そういう今までこの我慢した活動をずっと続ければの話ですけどね。やっぱりこう僕もこう今積極的にね放送してこうアレンジとかね皆様にこうお伝えしながらやってるんですけど、どうしてもねソフトダーツが簡単便利楽しいみたいな状況になっているので、どうしてもまだスティールダーツまでは100回っていかないのが現状ですね。だからそういうのも踏まえて賞金がこれからまた、だいぶこの PDC の賞金が上がるんですよね。今日本円で27億とかいう8億とかなってるんだと思いますけど、それがさらにこう上がる感じになるのでね、そういうのも含めて82円安で広がっていったりすれば、ひょっとしたらこう日本選手がね誰か一人バーンと飛び出てねこう活躍すればまた状況変わってくると思いますね。134残りですね。129から19に行って122を33、この辺ですよね。20以外に打つときに少し不安が残る。309、19からじゃないですね。20から289を275からの、少しいい、厳しいですね。101残り、20から81を19、トリプルに入れば24、ちょっラスト273残り、19からいく、83、さあ24残り、これ決めたいですね。しっかりと決めたい。1投目、いや飛びもすごいですよね。刺さりも彼はすごいですね。さあお互いキープでの3列目。ここできた、前へできた。182は100で返す。100で続く。
68と153残りに上がり目を出してきました。286残り140欲しいですね。140で146っていう数字が生まれますけど、60絡まずで上がり目出ません。186残りに対して153残り、さあ57から129から109を20に行く。97、あ、すみません、186、ジェームス選手だった、ナオリ選手とか勘違いしました。さあここも詰めてきます。140、うまいな、本当にうまいです。こういう選手がね、どん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 強くなってくれば楽しみですね。7に入れて49、17チョイス。あ、ちょっとイライラしますね。なかなかうまく試合運びができてないです。24。さあ12に入れたんですね。2アレンジしての32をチョイスしました。30、落ち着いてますよね。そのまま、34残りを狙うような感じになるんですけどね、アレンジミスをするとですね。16、31とリードしてからの4レック 5レック目ですね。65、ブルに行くんです。やっぱブルが合ってるんでしょうね。あの局面でブルに行く。どちらかというと19に行った方がいいと思うんですけどね、狙いにくいときは。さあ移動してからその手前を通す感じ。30。さあ406残り、得意の20でね、しこたま点を取りたい。45、飛びはねすごいんですけどね、ロー選手飛びはすごいんですが、なかなか、今はコンセントレーションですかね、集中力がうまく作用してないですね。55。
60. ...132 取ってきます。この辺の点取りの得点能力が高いですよね。さあ負けじと続いていきたいですけどね。...174 しっかりキープしていきたい局面ですね。114から14、18、36残りにしてきます。195残り。43。さあ52残り、152残り。さあこれ18ダブル1投目強いですね。アベレージもまずまず頑張ってください。あの貝町選手ね、先ほども言ったんですけど、あのこうスティールダーツを最近始めて、でもともとねソフトでもうまかったんで、はい、見事にクリアですね。1回戦をクリア。はい、それではこの後の試合もう入りそうですか。まだですね。あ、そうですね。マシン一回、ちょっと。はい、それでは、この後、しばらくお待ちください画面に入ります。多分ですね、次の試合が、10分とか15分後ぐらいになると思いますので、はい、しばらくお待ちください。素晴らしい試合をチョイスします。
throw for the ball. Outside of 25. Outside of 25. はい。ん？これは何をしようというの？ That's the bullseye. That's the bullseye. はい。はい、来ました。さあ、今ミドルですね。ミドルは例によって、インナー、アウター、それ以外に決まります。さあ、森久保選手、対するはリー選手ね、彼も今、売り出し中のね、中国のいい選手ですね、僕も試合は何回か見ましたけど、うまいですよね。だから森久保選手としては、この選手をクリアしないと、PDC の道は閉ざされますから。明日から PDC アジアチャンピオンシップの道は閉ざされるので本当に頑張ってほしいですね。中国でね、今若手で頑張ってる選手の一人で。57。なんか伸びてきてる感じですよね。さあ、その選手が前に立ちはだかるっていう感じですから、どうにか。少しね、ここ頑張ってほしいですね、森久保選手、少し、ね、素晴らしい選手なので、ちょっと集中力高めて、頑張ってほしいです。さあ、ここも100取ってきます。85。さあ、85取って142残り、155残り。うん、8からの27。さあ、100取って42残りまで持ってきます。128、18ですね。そして20、そして82。うん、決まらずですね。18から110残りを20トリプルに入れてインナートライした局面。さあ、15に入ったんですね。11に入れて8ダブル、決まらず。34。なんかこう元気がない感じがしますね。やっぱりこうダーツって本当にこうコンセントレーションも高まってないとダメだし、なかなかコントロールゲームでありメンタルゲームなんでね、少しね厳しい、その心技体が一致しないと、ちょっと投げやりになったりするともうやっぱ入んないのでね、そこ頑張ってほしいですね。闘志を燃やして。さあ、今直近のね
直近のですよ。直近のオーダーオブメリットですね。オーダーオブメリットが出てきてますけどね。フィリピンの20歳コンパーノ選手がね、今1位ですね。そして2位に浅田選手、そしてアレックス選手ですね。この下差しの、昨日衝撃のダーツを皆さんにお見せしたと思いますけど、アレックス選手が3位、そして津村選手が4位で、鈴木康太選手が5位、そして寺尾選手が6位に上がってきましたね。アジキ選手が現在7位、そしてリアン選手ですね。先ほど山本信弘選手に勝利したリアン選手、これが8位で、今ここで当落戦場なんですけど、牧野選手が9位で、注ぎ翔太選手が10位、柴田豊和選手が11位、だからこの辺、この辺りが当落戦場になるんですけどね、やっぱこう選手としては自分より上の人が多分優勝してほしいと思ってると思うので、そう考えるとね、上の人が優勝してくれれば自分が1個下がりますんでね、繰り上がりますんで、状態的にはちょっと明日の PDC アジアンチャンピオンシップ進出へとつながりますからね。この辺ぐらいまでがなんか面白いですよね、今のこう順位をこう見ながら考えていくとですね。さあ152から60取って92残り、172残り、さあ92を72を16に入れて12ダブル、決まらず、惜しくも決まらず、112残り20から92をもう一回20、そして72を1220、さあ100取って、12アレンジしてみましたね。さあ3ダブル決まった、さあ森久保選手、あのリズム投法、さあ93取ってます。この20、19、18、流れるような投げ方っていうのはやっぱりこの PDC を参考にしてると思いますけどね。 PDC 選手がスタートからこうやるこう投げ方なんですけどね、何がいいかって言ったら、その何がいいんでしょうね。ただそのなんかこう空いてるところ伸び伸び投げてスタートするっていうのもそうですし、ダーツポジションがね、悪いと必ずそういうアレンジをしていきますよね、 PDC 選手は。今のも PDC の試合でよくありますよね。 PDC の試合は本当に壇上で虫が飛んでるんですよ そこまでやっぱりこうね、虫が飛んできたら叩く。さあ200、306を19からいったの7に入れて、少しミスが目立ってきたのがリー選手、241の距離。さあ80取ってもう一本、141残り278、こ
この数字はね、難しいですね。なかなか上がり目出しにくい数字ですね。さあ、森久保選手、乗ってきたらいいですけどね、これから。さあ、126ですね、19、20、どういう分だろう、19に行きますね。そして107もう一本、43、これをミスですね。98残りにして、なんか横ずれが出てきましたね。さあ、30、森久保選手としてはもうここですね。ここをもしっかりものにして流れを作っていきたい。さあ、アレンジを挟まずですね、19ダブル。60、まあ、今のね、38残りなので少しね、嫌な数字ではあるので、まあ、6のところでアレンジして32にして、60で、リー選手もこう上がり目が出てないのでね、いうのも一つの戦略だったんですけどね。今しましたね。10に入れて、14ダブル。これも多分10に入れたくなかったんだと思いますね。6に入れるつもりで投げたのが、多分10に入ってっていう状況だと思いますね。さあ、74を4に入れて、10トリプルに入れて40残り。あー、決まったこのね、嫌なダブルをしっかり決めてきました、森久保選手。オーダーオブメリットはっきり見れるところある。100、あー、YouTube の概要欄、N01 のリーグっていうページ、もしくは YouTube の、あ、オーダーオブメリット貼り付けてくれる。我々のサイトに行かれて、このアジアチャンピオンシップ、今見てるご覧のサイトの下に貼り付けてます。だからもっと見るを押せば、OM はこちらからってちゃんと入れてくれてます、はい、ここをクリックすればオーダーオブメリットが見れます。ぜひ そちら見られて、今もうこれいよいよの大詰めの大詰めなんで、選手ももうドキドキしながらですね、もう心臓バクバク言わせながら多分見てると思うんですよ。このサイトの下にいる OM はこちらですよね。オーダーオブメリットはこちらを見られれば、今の順位が見れて、そこからの、もう本当最終戦なんでね、もう、目まぐるしく変わるので。58。150残り。ちょっとね。78。ちょっとリー選手もイライラしてきましたね。ここ、冷静に森久保選手も。60。対応してほしいですね。ダブルダブル。そして、58。あ、アレンジしたんですね。ダブルダブルでいって、ダブルに入って、9に行かないといけないかったんじゃないのかな。ですよね。なんでこういうことになったんだろう。そして10アレンジからの2ダブル。ちょっと雑になってきましたね。森久保選手、本当ここ冷静に対応してほしいですね。うまくいかなくてイライラしてきたところ。リー選手、もうちょっと丁寧に投げる選手だったんですけどね。なんか面白いですよね、ダーツってね。冷静に、間違いなく丁寧に。
No score. これはイライラしてきた。さあ、94残り、ブルー18。18からいく。うわ、93を19。そして74を19。No score. 最後の1本余計。さあ、ここは冷静に対応してほしい森久保選手。アレンジからの20ダブル。よっしゃ、決まった。さあ、森久保選手、3-1からの。60 81 81。残り森久保選手前より少しねゆったりで、あまり構えもちょっとね、もう少しクラウチングだったと思うんですけど、こうリラックスした立ち姿になってる感じしますけどね。脱力感がいいですね。28 59 41. さあ、291残り。うん。うまくいかずにイライラしてますね。85。本当この選手いい選手でですね。はい。注目いい選手だなと思って見てたんですけど。こう。140。140。スーパーレンチ。206から。さあ、レンジからの20ダブル。ここはしっかりと決めたい。146残り。20、19。19トリプルからいく。もう一本。きた !16 ダブル。あー8から入った。でもね。しっかりと。あれ ?32 残り。さあ、9からで。ああ、ここも決まらずで、森久保選手、決めて、ベスト32に。ねえ、これはちょっとお互いがちょっと元気ないな。元気出して。41
さあ60絡めてくる、続いてくるんですけどね、こううまくスタッキングさせてね、これが今日はないですね。今日はちょっと状態悪いかもしれないですね。また初もね、ほんと審議対一心同体じゃないとね、いけませんので、さあ402残り、なんかこう、うまくいってないのがね、伝わってくるのがもどかしいですが、頑張ってほしいですね。こんな森久保選手見たことないっていうかね、こんなはずじゃないんでしょうけどね。ちょっとどうした、まあまだ 2-3 なんでね、気を入れ直してここをしっかり、ちょっとね投げにくいですよね。あーナイス、入れてきました。100取って230残りまで、226の頃を19に入れて、もう一本19に入れて20に戻って96で130残りと、ナイスアレンジですね。96取って130残り、さあ145と130残りなのでね、難しさがちょっと違うんですよね。130の方がやっぱり難しくない。あ、1に入れてきた。あっと28で100残り、145残り、1920から行って100、おーそうですか、105、19、そして86残り。86ってやっぱりいいアレンジですよね、狙いやすい数字ではあります。あっと1入れての51からのインナー、33です。しかし森久保選手先行のゲーム、さあ100取ってきた。さあここ396残り、ここに行くんだな、これで苦しんでんでしょうね。1投目が5ずれで、本当にね、ダーツ何度も言いますけどね、やはり審議体が一致してないと本当にね、選手がこう見違える、見間違えるようなね状況に追い込まれたりしますのでね。さあ140、211残りまで持ってきた。多分こう立ち方とかね、こう取り組んでるんでしょうね。さあ少し右サイドから19に行った、104残りまで、
211残りですね。惜しくも絡まず104残り1620とかね、19からいくんだ。85残りをもう一本、そして24残り87 これやりますね、さっきから。要するに24残り14ダブル狙ったんですけど、なんかダブル狙うときはちょっとずれますね、この選手。だから今のアレンジはね、よくね、マイケル・スミスがね、使うんですよね。104残りを19。シングルに入って85残りを。っていうことですよね。9。同じとこアレンジ。さあ、16を8。でもう一本8に入れて20ダブル。180は出ない。ノースコア。これはメンタル。180は出ていない。あー、決まった。森久保選手、この痛々しい試合をね、あ、これもね、あの、勝てばいいんですよ。これからまた立て直せばいいんですね。で、気分一新で、今32に上がってきましたんでね、気分一新で、頑張ってほしいと思いますね。こういうね、ちょっと見てもちょっと痛々しい、ちょっとね、試合だったですけど、やっぱね、まあまあ、こういうこともありながら、こう、登ったり下がったりしながらね、ダーツっていうのは、登っていくもんだと思ってますんで。さあ、この後がもうちょっと時間待ちですか。あ、決まってますか。じゃあ、このまま、あの、ネキストゲームウィル、画面に。